本日は JA 共催小中学生書道コンクールの書道の部2年生の半紙の課題未来を書かせていただきます。半紙はガイドラインがなく最初は難しいと思いますので、半紙を半分に折ってさらに半分に折るとこのように線が出てきます。よかったら試してみてください。筆使いが難しいと思います。元気よく書くことを意識してトライしてみてください。筆使いよりもまず元気よく書くことを意識して練習してみてください。